いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は千葉県の船橋にある赤坂あじいちにお邪魔してきました。こちらのお店は昭和50年創業の老舗ラーメン店です。店名からもわかるように最初は赤坂にお店を出していました。そしてその後こちらの船橋に移転して現在に至っています。このお店の特徴でちょっと驚くことがあったんですけども、なんとチャーシュー麺よりもメンマラーメンの方がお高いんですよね。普通はチャーシュー麺の方がお高くなるかと思いますけど、なんかそういうところが面白いなって思いました。それでは赤坂あじいちを味わっていただければと思います。